ベーチバーは、インド原産の稲科の多年生総本である。名前は、タミル語の、マサカリでカるの意味を持つビタバーによる。和名のカスカスガヤは、インドでの名称、カスによる。草は2から3メートルにもなり、複数がまとまって大きな株を形成するため、ススキによく似ている。以前は日本でも生産されていたが、現在ではほとんど生産されていない。 葉にはあまり芳香がないが、根に強い香りがあり、精油は根茎から抽出される。香料は多くの香水に高級感のあるウッディなベースノートとして広く用いられている。利用例としては、シャネルナンバー5のベースノートとして使用されている。なお、同族の植物として沖縄道芝が南西諸島に分布するが、これはごく背丈の低い草で特に香りもなく、 日本国内では特に利用されていない。インド、ブラジル、ハイチ、ミャンマー、インドネシア、マレーシア、中国。最大の生産地はインドである。ベチバー製油は根茎を水蒸気蒸留することにより得られる。採油量は1から1.5%ほどで、通常乾燥した根を用いる。パチョリに似た土臭いような香りが特徴。持続して摂取した場合、 体内のアンモニア数値が減ることから体臭などの消臭効果が期待される。主にベチベロールなどのセスキテルペンからなっている。最も含有量が多いのはアイセベランシーナルであり約15%含まれている。その他にカシモル、アルファーベティボン、ベーターベティボンなども多く含まれている。ベーチバーは生産地によって大きく含有成分の比率が異なるので、 正確な含有率を出すことは難しい。ありがとうございます。